二階堂は神谷がこの世界について知っていると言っていた。だから探りを入れる必要がある。だがなぜ神谷がこの世界について知っているのか、それがわからないことが唯一の懸念だった。こればっかりはさ、なかなか推測しようにも出てくるわけない答えやもんな。過去に一回この世界を体験しているとか誰が考えることか。杞憂に終わったが、杞憂？こいつは俺と同族だと気がついたからだ。同族、あーなんかここの中に違う人格を入れたような感じっていう意味はそうかもしれんな。それでこんな夜更けに何の用？なあ知ってるんだぜ。何を？お前が本当は何者なのか。一瞬神谷の眉が動いた。しかしすぐに涼しい笑顔に戻る。じわじわと問い詰めようと思ったが、そうもいかないらしい。お前女だよな。直球に聞いちゃうね。何を言ってる。俺がひょろっこいからってさすがに怒る。俺に隠しても無駄だ。記憶を失っている部分で君に何か話したのかな。そういうわけじゃねえよ。お前は俺と同じだからな。言えばわかるだろう。ん？お前は二人存在する。神谷の表情から一切の笑顔が消失した。めっちゃ目つき悪なんで。何のようだ。もう怖。やだな。別にお前と敵対したいわけじゃない。むしろ仲良くしたいんだ。そして俺は自身の秘密と二階堂のいじめのことを、彼女が自殺したことを彼に伝えた、教えた。リンについてはあえて触れなかったが、それ以外のほとんどの秘密を打ち明けた。信頼を得るためというのももちろんあったが、頭の切れる神谷ならば、どの話も誰にも漏らさないと確信できたからだった。ああ、これはむしろ第5章でこれを話そうとしたからこそナイフ刺して殺したわけなんじゃ。こんな情報を共有したらみんなが混乱するのは目に見えている。神谷は俺の話を聞き終わると頭が少し痛んだようで、数秒額を押さえていた。にわかに信じられないけど少し思い出した。断片的だけど俺の言っていることが本当だと分かったな。これで俺らは秘密を分かち合う同盟関係になったわけだ。お前に何の得がある。お前はただ二階堂を殺したいだけだろ。ただ殺すんじゃダメだ。みんなをこの世界から消し、最後の最後に完璧な復讐をする。桜井に二階堂を殺させるんだ。そのためには京介とカレンちゃんと二人きりにさせる必要があったわけだ。それで俺に何を。神谷は殺意を、殺気をはらんだ視線を俺に向ける。バミヤ、この世界について何か知ってるだろ。どうしてそう思う。最初から冷静すぎだ。鏡の壁のことを知っていたのもあるし、何より脱出よりもみんなで仲良くする方向に舵を切りたがってるのが怪しすぎんだよ。知ってること全部教えろ。だけど一つ約束してる。ここで結託が結ばれたわけで。なんだ。みんなをこの世界から脱出させるのを手伝ってくれ。ああ、ただし二階堂はダメだ。やはりか。うん、それが目的だもんな。神谷くんも神谷くんでこういう重大な情報を得たからこそ、それを話したらみんなの関係が崩れるのが良くないっていうことで第5章で喋るのを渋っていたのがこういう理由だったと。だが二階堂を切り捨てる。いくらすでに死んでいるとはいえ友達よ。そんなことがあってもいいのか。でもそうしないとみんなが。
神谷は葛藤した様子で独り言を話し始めた。なかなか二階堂の切り捨てに納得しない。合理主義の神谷なら、すでに死んでいる二階堂を切り捨てるのが最善策だとすぐに理解すると思ったが、記憶を一部失っているせいか、人間性が変化してやがる。しばらく問答を続けた結果、神谷はやっと苦虫を噛み殺したような表情で合意した。こうして俺は協定を結んだ神谷から情報を引き出した。過去黒の世界にいたこと、そこでほとんどの人が死に、自分は跡継ぎの才の代わりとして生きていること。今のさ、過去のクローン世界の話っていうのがね、渋谷隔絶東京クローンっていう小説の内容になっておりまして、俺全部は読んでないんやけどさ、3分の2読めたところなんですよ。まあすごいね、あれは推理物っていう面も見えるよな。途中でさ、こういうことが起こったからそれはどういうことなんだっていう推理がちょっとし読んでいる人よりもできるような感じになっておりました。面白いよ、最後まで読んでないけど。なんだ、報告がなぜ消えてしまったのかわからない。俺がいたクロノス世界ではそんなことはなかった。それなら俺に心当たりがある。そうやな、よくよく考えてみたらさ、みんなが消えた理由点がよく分かってないよな。本当か、なぜそんなことがお前にわかるの。東国がいなくなる現場を隠れて見てたんだよ。そうだったのか。それでどうして東国は消えたの。あいつは思い出したと言っていた。ああ、思い出すことがキーになんかスイッチになっとったんやな。おそらく何らかの反動で消去された記憶を思い出すことができればこの世界から消えるんだ。お前から過去を聞かされた俺はなぜ消えないんだ。自分から思い出す必要があるんだろう。それともまだ思い出していないことがあるか。なんだろう、みんなカレンちゃんの自殺の話は聞いてなかったよな、よう考えたら。だからこそかな、多分この時点で神谷くんもカレンちゃんが自殺したっていう過去までは思い出せてないんじゃないかな、これ。確かに一応筋は通る。そこを思い出したからこそみんなが消えた感じ。それで消えた東国はどこ。まずその消えたという言い方は語弊がある。救われたんだ。幸せそうにただ去っていっただけだ。嘘は言っていないはずだ。東国の体は粉々に砕け散ったが、本人が幸せを感じていないとは言い切れない。まあ消えた方の詳細については神谷には黙っておくが、消え方が、あ、だからさ、消えた時あんな反応だったやな。神谷君も驚いた反応だった。何が起こるかわからない危険な場所だと思っている。俺の記憶は人の死ぬ光景ばかりだ。これも渋谷隔絶東京クロノスの内容やな。あの話はね、小説の話はね、もはやなんか人がどうにか自分が生き残ろうと団結して相手を殺すような話だからね。神谷の質問に対して俺は確信を持って答える。絶対に東国は死んでない、救われただけだ。同じようにこの世界からみんなを救い出すことができる二階堂を望みてな。ここを作った主はそういう人間なんだ。俺は絶対だ。俺を信じろ。リンが二階堂以外を傷つけるわけがないんだ。そう思うとグラにもなく真剣に話してしまった。お前がそこまで真剣に言うのは意外だな。そうだな、妹に対してはそれは真剣になるよ。だってお兄ちゃんなんだもん。だがお前らしくもない真剣さは判断材料。それにそもそもお前は自分の正体という一番の秘密を俺に明かした。その二つを考慮すると信憑性があると考えてもいいだろう。察しが良くて助かる。
その後、神谷とお互いの考えをさらに共有し、今後の方針を練った。まず神谷が、ローのことを思い出した、彼は仲間だと偽り、俺を京介たちのグループに引き入れる。俺は京介たちの中であえて犯人らしく振る舞い、全員のヘイトと疑いが俺に向くように仕向ける。そうすれば、やがて単純な町工事あたりが怪しい牢を追放しようなどと言い出すだろう。追い出された俺は、以後は遊軍的に暗躍し、裏から一人一人が消えていくように仕向ける。そうして最後に俺と二階堂、京介が残る状態を作り出すというのが作戦の全貌だった。作戦を練り終わった後、俺は神谷に釘を刺すのを忘れなかった。神谷、俺に全面的に協力しろとは言わねえ。お前は現実世界と人格が多少違うみたいだからな、悩むこともあるだろうよ。だが、俺の邪魔だけはするな。その時はお前の命を奪うことになる。いいな。それこそがあの第5章で刺した時のような感じか。予定通りにはいかなかった。まさかの鍵山に俺と神谷の企みがバレて戦闘を撃たれた。だが鍵山をつけていたら、またしても人が消える直前に立ち会うことができた。やはり記憶が消失の鍵を握っている。そして記憶を取り戻すためには、今回鍵山がらしくもない行動を取ったような刺激が必要になるのだろうと思った。あ、そういやあれやな、第3章の鍵山が消えた瞬間ってさ、あの後に変なコナンの犯人みたいなやつおったな。あれローだったんかな。それを見たって言いよったもんな。あれはそれを表したんかな、あのシーンは。そう考えると、邪魔な奴らを全員消す算段がついた。魔物には京介を、室住には神谷をあてがうことで記憶を刺激し、消失を促そう。京介が犯人として囚われそうになる状況を作れば、魔物が必ず助けると思った。魔物は京介を守ろうと奮闘し、その過程で記憶を取り戻し消えた。そうやな、確かに。神谷と諸角に関しては予定通りとはいかなかった。諸角が消えた後、神谷が俺を裏切ろうとしたため刺してやった。うん。結果的には二人とも消えたので問題はない。予定は多少狂ったが、町工事の消失は想定通りいった。あいつは正義感の塊だから、救えなかった二階堂を助けさせれば消えた。これでお膳立てが整った。ついに、俺と京介と二階堂の三人だけ。最後の復讐の始まりだ。そして、今に至る。二階堂を見殺しにしていたのは、で、ここに戻ってくるわけじゃん。僕だ。ロー、お前は僕自身だ。わかったのかよ。なら、なおさら自分がやるべきこともわかるよ。僕はロー。ローの罪はすべて僕の罪でもある。あまりの衝撃に吐き気を催す。頭が痛い。この場ですべて吐き出してしまいたい。ローの不可解性は解消された。だけど、だからといって何かが解決したわけじゃない。僕がローという人格と一緒に二階堂を見殺しにしたのは事実なんだ。その事実を知ってしまったら自分自責の念に駆られるって、そう思ってカレンちゃんはあの時やめてって言うてローを制止したわけで。僕はどうして二階堂を見殺しにした？どうしてだ？僕は二階堂のことを、俺の思い描いた形とは違うが、ようやく自覚できたか。自分が二階堂を憎んでいたことをな。どうして僕はそんなことをした？お前は二階堂のことが大切だった。でも凛が死んで、同時に強く恨むようになった。そ
狭間で苦しんできっぱり分離することにしたんだよ。それが京介とローの関係だったわけじゃ。二つの感情が出来上がってしまったわけで、ね、俺が嫌な感情も思い出も全部担当してる。その間お前は二階堂を変わらず大切に思っていられるってことだ。うん。彼が見ていた視界が全て流れ込んできた。彼と景色を共有している。あ、京介視点なんだよ、これでも。やはり、ローは僕の視界を覗き見して、情報収集していた。どうだよ！恨んでいる俺がお前自身だと分かった気持ちは！京介君にはショックがでかすぎた、これは。ローのしたことは、僕のしたことは許されることではない。認めたくはない。辛い。苦しい。なんでそんなことを。痛みと後悔で頭がどうにかなりそうだ。こんな現実から逃げてしまいたい。でも、そうしたら何も変わらない。ローを生み出した時と同じだ。辛いことは見ないふりをして、誰か別の人に任せるなんてダメだ。全部僕が受け止めることだべきことだった。ああ、分かっただろう。殺せ。そういう時にどんな判断を下すのか。また握りしめたわ。お前が殺すことに意味がある。すべてを理解して、その上で二階堂を自らの手で殺すんだ。完璧な復讐だ。ロウ。覚悟を決めたような表情の二階堂。その横で笑うロウ。さあ殺せ、殺してやれ。それに対しての京介君の答えとは、ロウの僕の一部の気持ちも理解できる。それは確かに僕で二階堂を殺してしまいたいと思っているというのは事実なのだろう。また受け入れ体制です。二階堂は両手を広げて僕を受け入れる体制を取った。あ、この子そキスをしてね、抱きしめてキスをしてね、ここで二階堂を殺す。でも僕は今僕がやるべきことは二階堂を殺すべきか、いや本当に必要なことは来るのか。え、そういうことか。これでいいか。うわあ！同じ叫び声。ズブリ。僕は僕自身を刺した。もうこれに関してはカレンちゃんもこの表情。桜井君。焼けるような痛みが走る。懐かしい。これが痛みだ。僕が拒否してきた痛み、僕が逃げてきた痛み、憎しみ、恨み、痛み、すべてのマイナスを今までローは肩代わりしてきた。痛い、吐き気がする、めまいがする、気絶しそうだ。これが受け入れる痛みなのか。ローは自らの腕を見て痛みがないことに驚いていたようだ。どうして痛みが。お前何やってんだ。これが受け入れるということだ。ローが自分だと気づいたところで僕の痛覚が復活した。この痛みこそが真実に向き合っている証拠なんだ。だから逃げるな。京介、バカなことは考えるな。犯人は二
赤レンちゃんが優しそうな笑みを。お前がやるべきことはそのナイフを二階堂に仕立てることだ。リンもそれを望んでる。本当かな。ローの表情は苦しそうだった。まだ痛いのだろう。僕はローの痛みを受け入れきれていないのだ。すべての痛みを自分のものにしなくてはならない。それは本来僕が一人で耐えるべき苦しみだったのだから。ローは僕だ。僕の弱さで僕の一部なんだ。申し訳なかった。お前ばかりに辛い思いをさせた。今さら何言ってやがる。ロー、お前がいなかったら僕はとても生きていけなかった。憎しみだけに支配され復讐することだけを考えていたはずだ。お前がいたから僕はいい人でいられた。ヒーロー面できた。自己を保つことができたんだ。君がいるから今の僕がある。今この瞬間があるんだ。今までありがとう。ずっと僕のことを守ってくれていたんだな。京介、ローは犯人ではない。それどころか痛みを僕の代わりに受け続けてくれていたんだ。僕の中に戻ってきてくれ。君の痛みは本当は全部僕が受け入れるべきだったものだ。怖い。分離せざるを得なかったほどの感情とはどの程度のものだろう。きっと受け入れた瞬間に後悔して逃げ出したくなるかもしれない。俺のことはいい。早く殺せ。もう十分だ。全部僕が受け入れるべきことだったんだ。ローの憎悪もローの痛みも、もうこれ以上ローに痛みを感じてほしくない。僕は全てを受け入れなくてはならない。だから戻ってこい。ローを抱きしめる。俺の中に受け入れるように。お前には無理だ。俺だからできた。分かってる。でも、もう大丈夫だ。僕が何とかする。何とかしてみせる。逃げてはいけない。まさかお前がそんなこと言い出すとはな。いいぜ。じゃあ受け入れてみろよ。全部、全てを受け入れてみせるさ。ローの体がだんだんと薄くなって引き寄せられるように僕の体に重なった。その瞬間、激しい頭痛と後悔が襲ってきた。ロー。しかしまだ終わらない。まだ終わらん、これでも。え、マジか。